これ名古屋嬉しそうやね。名古屋嬉しそうなんでしょ、うん、新しく名古屋がオープンするので。ちなみにいくらかかってるんですか。3億円です。3億。昨今の円安で 1.5 倍6倍これからどう売るべきかっていう、ちょっと物の問題ではないですよね。すでに名古屋の先に見えてきたものっておぼろげながらあるので、いいヒントになったらいいですね。そうですね。スーパーライン。奈良さん、お久します。お久しぶりです。めっちゃたくさん痩せはりました。そうですね。今回は、まあ、新しく名古屋がオープンするので、はい、まあ、そこにこうドレスフロアを作ったりとか、あと、まあ、タリアトーレ、結構弊社が一番力を入れているブランドの、まあ、工場見学に行って会社全体を盛り上げたいなっていう、で名古屋も一緒に盛り上げたいなっていうような意図で行くことが主な理由ですかね、はい、でも今のドレスの、はい、まあ、市場というか拡大している感じではないというか。あ、そうですね。やっぱり生活様式が変わってビジネスを尽きる方って少なくなっているので、まあ、そういった面ではまあ逆風ではありますけど、まあ、なんとかそのドレススタイルっていうのをこうファッションとして、まあ、発展継承させたいなっていうのはまあ僕のずっとの思いなので、もちろんね、あのシビアな面もありますけど、あの楽しむっていうことがやっぱりエンジョイファッションが基本としているので、アピールしとかないとあかんかなと思って、ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。そうです。まさかの今ミュンヘンですけど、まさかのミラノ行きがキャンセルということで。そうですね。よくありますね。まあ、それもまあ旅のね、はいはい、楽しみの一つですもんね。はい、そうです。もう初めてなんですけど。はい、大丈夫ですか。モザイク入ってます。モザイク大丈夫ですか。モザイク入れてください。モザイク必要ですか。こんな感じで申し訳ないですけど。あの前澤さんです。はい。弊社のアシスタントバイヤー。前澤と申します。彼名古屋のドレスフロアに手を挙げてまして、はい、名古屋にこう移動するスタッフの候補の一人、新しいクラシックの形をこう考えていきたいっていう、はい、そのこう探す旅の一つでもありますか、ね、そうですね。やっぱりドレス好きで、まあ、田野さんと一緒で、まあ、のクラシックをあの継承発展していきたいっていう思いがあったので。まあね、言うても逆風やからね。逆風です。やっぱりこうそれにこう抗いたいじゃない。抗いたい、こう頑張りたいよね。そうですね、はい。どうですか、ビール。いや、これうまいよね、ラガービール。めちゃくちゃ美味しいですね。あ、去年のと全然違いますね。去年なんか白かったですね。そうですね、懐かしいな、寺田さん。元気してはるかな。ロンドンにいらっしゃいますね。こんにちは、セーフが一番しますね。初イタリアの空気どうですか。いやー、いいですね。めちゃめちゃ感動してますね。テストの、あ、テストです。もうアメージングやってきたかな。探しに探して、はい、買ってきた。なんか包みがおよそ人に渡す包みじゃないと思うんですけど。これ気持ちや。あ、今日はどういう一日でしょうか。今日はショールーム周りですね、ミラノの、はいはいはい、タリアトーレ、ラルディーニ、スローウェア、うんうん、あとステラティーノ、結構いろいろ回る感じですね。今回のショールームは来年の春夏の新作が見れるということで、うん、初日のタイドアップしました。決まってますね。肝入りのガローのネクタイをしてきました。あ、これガローですか。ここはどちらですか。タリアトーレですね、うん、タリアトーレって時代の色だったりとか雰囲気捉えられるのすごく上手なので、うん、名古屋でもかなりフロア面積が咲いて、お客様にもうすげえこんなタリアトーレあんにゃっていうふうに見ていただきたいので、うん、まあ、もうちょっと気合い入ってますよ、ね、なるほど。はい、ポットで、あ、で、ユニエティーズ。涼しい、クール、クール、クール。We sell half the quality, 100% linen. We do make it, this is exclusive too, of course. I mean, if you wear this jacket, it can also fly, you know? Because it's very light. This, when there are 35 degrees, you have the pleasure to. We can't.
車は売れると思う。あ、ピノさん。もちろん、もちろん。もちろん、もちろん。もちろん。If you make it with the blues or with the brown, it is very bello, 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 bello. これ名古屋嬉しそうやね。名古屋嬉しそう。これだけコレクションもあるんで、まあ、そのエレガントだったりリラックスだったりとか、いろいろ提案があるんで、まあ、その中からどれを選ぶかっていう、一応品揃えではタリアトーレは多分弊社日本で一番多いと思うんですけど、多数でいうと大手さんは結構こう縦に数を積まれると思うんですけど、はい、僕たちも幅でいうと一番多いと思うんですけど、これかっこいいよね。 If we order delivery good delivery, no worries. Promise. No, I cannot promise. I cannot promise. This setup with linen trousers, black, and these beige tutus. こういうのやりたいところではないけどな。色がいいですね。こう数年こうスモーキーな重要な色が注目されてますけど、さらにこうアップデートされてるネイビーのセットアップって結構日本にいっぱいあると思うんですけど、やっぱりなんかちょっと色が違う、なんかいいネイビーなんですよね、ダリアっぽい。今回結構色も挑戦的にいったりはするんですか？いや、しないと思います。バイブしてるとな悩みというか葛藤が面白い。好きに飼っていいよって言うんだけど、意外と面白くないっていうのがあるので、で店頭にベーシックなものばっかりが偏ると正直売れるその成績がいいんですけど、お客様からあるいはスタッフからもうちょっと華やかに欲しいってなって、そう入れるとやっぱりベーシックだなっていう揺れ動くんで、なるほどなるほど、なかなかそのバランス難しいんですよね。で、そうやって持ってかるの、あの、ホタカールのホップサップに、ナポリも好きですし、フィレンツェも大好きですけど、やっぱミラノが一番好きですからね。いい感じの街で、人も多くて、いい好きですね。ミラノに進出しようみたいなお考えはあるんですか？いや、その恐れ多いですよ。でも未来の形って誰もどうなるか予想できないじゃないですか。だから思いがけない形が待ってるかもしれないので、そんなね、甘いものじゃないともちろん思いますけどね。これからどちらに？ラルディーニですね。新しい世界観というか、進化していこうっていうエネルギーがすごく感じられるので、新しいこうなんか扉が開けるようなそういうブランドなので、こんにちは。こんにちは。はいはいはい。How are you? Skal vi anden for vi så når vi tre sidder bagefter så。やっぱこういうこうなんか色ってちょっと共通してるんですよね。ピッティのなんかいろいろ見てるとこういうコンビネーションがすごくいいって。プレゼンテーション from inspiration of collection. In French Riviera we use also a lot of。 やっぱこういうプレゼンテーションをしたいよね。この世界観がいいのよ。あれでいいの、上手ですね。めちゃいいけど、めちゃくちゃいいですね。お客様をその気にさせてね。そうですね。何倍もヨーガとか。ああいうスタイルがいいんじゃない？ニュースタイル。ニュークラシック。ニュークラシック。かっこいいですね。タリアトーレと色とか共通点はあるんですけど、ちょっと違うプレゼンテーションが感じられますよね。よりちょっともうなんかモードモードにこうっていう素敵な色目ですけど、実際こう日本のお客さんが売れるのかって言われるといいけどなみたいな、こういうグリーンなのも素晴らしいですよね。素敵じゃないですか。爽やかです ねなんかいいですよね、こういうベージュにピンクとかね。
明るいさっきあったようなピンクとかグリーンとかがもっと日本市場で広まってほしいっていう思いとしてはあるんですか？理想は、うん、でも現実もさっきもありますから、はい、で実際あの名古屋は320坪あるんですけど、うん、輸入家具とかもそうですし資材もやっぱり外国に頼ってるので、うん、僕の予想をはるかに超えた内装費にかかってるんですよ。うん、ちなみにいくらかかってるんですか？ここで言っていいですか？ピー、窓だとピー入れます。一応今回借りたのはまあ3億円です。3億、借り入れしたの3億。すごいリスクを背負ったわけですね。言ってしまえば、いやー滝さん、あ、なんかかっこよく言うわけじゃないですけど、うん、今リスクを取らないリスクの方が怖くないですか？あ、攻撃してないとやられるみたいな、うん、ただ僕らネットがあるんで、はい、それって一番のこうなんていうんですか、最終ディフェンスラインっていうか、うんうんうん、そういう面ではやっぱりネットっていうのはやっぱ欠かせないですよね、うんうんうん、でもこういうやっぱプレゼンテーション見てると、うん、やっぱファッションっていいなって思いますし、うん、買い物って本当に娯楽やと思ってますし、うん、人間ってね、うん、娯楽なくしてはもう生きていけないんでね、うん、でも名古屋がある程度お店もそうですし利益体質も良くなると、うん、違う未来が絶対見えてくると思って出るんですよ、はい、ちゃんと利益が確保できる体制を整えてから、うん、さらにこう新しいものを提案するっていう、うん、お次はどちら？次はあのマリアさんっていう、はい、マリアっていうニットブランドを14、15年やってるよね。韓国系農家だよね。で旦那さんが京都出身やよね。見たことあんな。24がそこから入る。まあ今でこそね、結構リラックスしたスタイルって、うん、もう普通になってきましたけど、もう当時からちょっとこうリラックスした雰囲気で天然の素材を使って、うんうん、こうナチュラルのカラーリングとか素材とかっていうの、まあ、ちょっとこういう昔からこういうちょっとこうシルエットがこう緩かったりとか。でマリアさんのこう雰囲気見てもお分かりいただけるかもしれないけど、ちょっとこう製品が優しいとか柔らかいというか、うん、今までのショールームとは全然雰囲気が違うじゃないですか。です、はい、世界観がまたガラッと違ってて、うん、まあ、ファッションというか良さかなっていうのも思いますし、うん、続いては、いやいよいよステラティーノです。まあ、工場見学も行くんですけどね、はい、ミラノだと一番のハイライトかもしれないですね、はい、ショップインショップもやらせてもらってたりとか、はい、ここ何年にもわたってこうステラティーノはなみなみならぬ思い入れがあるので、実は工場見学も2回目なんですよね、はい、ステラティーノのヴィンチェンツォはこう記事においては多くのこうイタリア人からレスペクトされてる魔術師というか、とも言われているので、はい、まあ、そのどういう記事があるのかっていうのも、まあ、うん、あのタリアトーレとかラルディン同様注目ですよね、うん。Nice to see you. Nice to see you. Everything fine. Hello. How are you? Nice to see you. Omiyage. Special souvenir. Oh, you. Gra. No. Zakiyama. No. 18. You're welcome. Very much appreciated. Grazie. Still Latin らしいですね。素敵ですね。50万近いんじゃない？そう、ちょっとええなと思って。あれですもんね、85とかそうですよ ね、 そうですね。いやでもこれどうやって売っていくかね。そうですね、こういうのがねいいですよね。これいつものフィッティングのやつですか？そうです。やっぱりちょっとここのこの着心地が違いますもん。素晴らしいプロダクトですね。これでも57万ぐらいです。57万、うん、しかもいい色ですね。そうなんです。これ現実的に売れるような気がするけど。いや売れると思いますよ。欲しい。普通やばいですね。ちょっとどうしようかなこれ。まあいいもんは高いですよね。高すぎる感じですか？
正直ちょっとこうそれこそニュークラシックな感じをしっかり、やっぱり価値を高める、まあちょっとそれを考えにね、考えるためにナポリに売るようにしたい。はい、ci vediamo a Napoli, see you in Napoli soon, Sunday. Yeah, Sunday, Sunday, see you Sunday. Sunday. Ciao, grazie, ciao, ciao, ciao.相当悩まれてます。そうっすね、悩みますね。ものっていうかクリエーションは最高なんですよね。襟の吸い付きとかこの背中の雰囲気はやっぱり全然違うんですよね。昨今の円安って高くなってるっていうのがあって、で 1.5 倍6倍にはなってますよね。それ 4,5 年前と比較してですけど、今回まあ前澤がショールーム来て、でハービスの黒沢っていう担当、はい、ラティの担当と一緒に工場見学行くんで、これからどう売るべきかっていうことをやっぱり考えていかないとダメですし、ちょっと物の問題ではないですよね、すでに。で名古屋もできますし、ちょっとこう何かヒントになるような売り方とかナポリで見つけれればいいなって。続いてあのスローウェアです。スローウェア、ハービスでショップインショップやらせてもらってますし、次のあの名古屋でもスローウェアの一角ができるので、品揃え的にはね、あの結構な、まあ、バリエーション、インコテックス、ザノーネ、はい、まあ、モンテドーロ、グランシャツって揃えるつもりなので。はい、アレッサンドロ、ナイストゥミーチュー。彼が今あのスローウェアの全体の ND の統括をしているアレッサンドロ。スローウェア、at the moment we are in a very good momentum actually, because it's seen so. スローウェアブランドとして、まあ、この各4ブランド、今まではインコテックスチームでザノーネチームチームがあったんです。今はもう4つのブランドが同じ方向を向いてあるってこと、よりこうモダンな雰囲気を持ったブランドとしてスローウェアを作り上げると。今回のコレクションの大きなテーマっていうのが自由だったりとか、あとそのよりポジティブさみたいなものを前面に出すと。Something which is very lightweight but at the same time has a very good performance.これとかはもうモダンテイラリングって呼ばれるような形のシルエットっていう今スローウェアがまあ注力していると、まあ、こうウエスマン幅のこの決まりだとかこのサイドアデシャっていうのも、そこはもうしっかり職人技っていうのを前面に出しながら。スローウェア sustainability is very very important、not just organic or developed focusing on sustainable way。 ミネラル素材っていう天然石から取ったパウダーを、天然石ストーン、ストーンをパウダーにして顔料として使ってます。インコテックスっていうのをパンツブランドだけじゃなくて、やっぱこうトータルのコーディネーションっていうのをスローウェアとして今あのかなりお勧めているので、このまあ上物に関しては全部この中のラベルっていうのがもうインコテックスで。So you have like your cuff rolled up like this. ちょっとこう外しを入れるっていうのを全ルックに取り入れてます。それはこれとかもちょっとこう折り返したりとか、yeah, こう一つ出したりとか、you're the same one is coming out. ちょっとこう遊び心っていうのをこのルックにも取り入れてる。完璧じゃないことを完璧に見せる。パーフェクトインパーフェクションって言ってたんです。すごいですね。パーフェクトインパーフェクション。まあ、よりこうね新しくっていうのはすごく感じられたし、うん、あのいいんじゃないかなとは思いましたけど。ちょっと難しいですよね。そうですね。かなり、まあ、彼の世界観がすごい出てるんで、まあ、そのお客様に伝えるのが、まあ、一番何がいいのか、まあ、一個一個、まあ、シーズンごとにそのテイストっていうのを入れ込んで、まあ、最終的に彼のセレクションに、まあ、そのブランドを、まあ、昇華させたいっていう。グラッツェ、ありがとうございます。グラッツェボーイ、 Thank you。 日本のやっぱりインコテックス歴史が長くて、はい、培われたあのイメージっていうのがやっぱりこう偏ってるんで、うん、インコテックスといえばまあパンツブランドなんだよっていうんではなくて、もうトータルライフスタイルブランドやっていうことを、うん、やっぱりもっともっとこうやっぱりプレゼンテーションしていかないとダメですよね、うんうん。
僕たちにやっぱり店があるので、はい、それをこう表現する場所があるので、うん、そこはまあ自分たち その強みっていうか、うん、アドバンテージがあるんじゃないかなとは思ってますので、うん、やっぱその強みっていうのを、うん、やっぱ生かさないとダメですよね、うん、あとプラスその名古屋の先にもうやっぱり見えてきたものっておぼろげながらあるので、うん、そこはちょっとこういいヒントになったらいいですね、うん、はい、おはようございます。おはようございます。今日はどちらに向かわれるんですか？はい、今からポール&シャーク。ポール&シャーク。はい、去年ね、はい、あ、いいコレクションだなと思って、うん、その1年越しにじっくり見れるっていうことで、楽しみしてるんですよね。もともと代理店が日本にあったんですけど、はい、まあ、それがなくなったっていうことで、今、日本でオートレースがないらしいんですよね。それってちょっとチャンスかなとも思いますし、はい、コレクションがすごい良くなってたので、うん、まあ、ちょっと期待してますけどね。はい、リゾートウェアですよね。リビエラですか？昨日からです。3つ目やね。他の。あ、it's 100% cotton, but treated. 100? はい。すごいいいよこれ。そうですね。トリートに。トリートメントですね。だから。We have the collaboration with ロロピアナ。あ、ロロピアナとのコラボレーション。Technical ロロピアナ inside。もっと他高いですか？ロロピアナのね、ストームシステム。Very nice. Of course, you always have inside. ロロピアナのジャージってことですね。うん、そうそう。サンギザコットン。So it's a very soft, pure cotton. めちゃくちゃいいコットンやこれ。めちゃくちゃいいな。なんか提案したくなる雰囲気はありますよね。チャレンジしたいというか。This is Typhoon Kashmir. Typhoon Kashmir. Typhoon Kashmir. 裏が。Tenderly wrapped. それでいくらぐらい？ Around I think 120. Fresco in Italian means fresh. これはいくらぐらいなんですか？ I think this one is around 200.そんな高く感じるよね、うん、そうですね。安くない、ね、結構直でやるメリットはありますね、うん、これはピックアップする、はい、ここから厳選する、はい、じゃあこれやめましょうか。いや全然いいですよ。でこれはやったら売れるかな。佐野さん、これはピックアップっていうのは、はい、一旦ピックアップして、ここからなんか交渉していくみたいな感じですか？いや、この莫大なサンプルの中から、はい、候補を選んでいく感じですね、うん、で、後からカラーカードが送られてくるみたいなので、はい、これの紺をしますとか、うん、黒をしますとか、うんうん、ベージュしますとかっていうのでこうオーダーしていく、まあ、今回僕は去年同様にゴルフのセクションでいいかなと思ったので、うん、まあ、比較的このポロシャツが上品でしかもちょっと華やか見えするので、うん、そのゴルフだけじゃなくて日常にも使っていただけそうな、まあ、決して安くはないんですけど、うん、まあ、この最近のこのインフレ傾向とまあ円安の影響で高くなっている中では、うん、まあ、ご提案しやすいお値段かなというふうには思いましたけど、うん、ロロピアナを使ってメイドインイタリーでこの雰囲気だったらお客様にも喜んでいただけるかなっていうふうに思ってピックアップしてますね、はい、デザインとか色もやっぱり結構やっぱり素敵ですよね、なかなか見ない色ですよね、やっぱりロロピアナっていいよなっていうのもありますし、なんか違うっていう、なんとなくいいっていうのはやっぱり感じますよね。ラルドって油のハムやね。はい。ここの名物で。おいしいんですよこれ。なんか初めての食べる味ですね。うん、ちょっと塩味もあってめっちゃ美味しいです。うん、お客様も高くなるのは仕方がないっていうのはまあ理解していただいているんですけど、そこをちょっとやっぱりこうちょっと背中を押せるような付加価値というか。うん、
つけて僕たち売らないと、やっぱ毎期毎期お客様からすると値段上がってるんで、気持ち的にもお金がどうっていうよりはマインド的にっていうところはすごく分かるんです。だちょうど良かったかもしれないですね、ひょっとしたら、この逆風本当にそうですですけど、よくの時にこんな大きい店って言っていただくけど、実はちょっとそうですね、ちょうどいいっていうか、それは仕入れしてても良かったんじゃないかなと思って思いますよね。前田さんもその辺は感じるところありますか？そうですね、はい、まあ感じてないか、いえいえ、そんなめちゃくちゃ感じてます。やっぱファッション&ユーモアをテーマにしてますね。そうですね、はい、汗と風呂上がりのそういう意味では前澤さんっていうのはそのお笑いの能力とかそういうところが高くて、ま、っていうところがあるんです。それはすごい、それはね、ちょっとね、ちょっと僕の口からはね申し上げる質問はだいぶ濃くですね。さんうまいんですよ。これが話題のアラビアタですね。ミラノ一うまいアラビアタです。今のっておいくらだったんですか？110ユーロ。1人5000円ぐらいですね。うん、高いっすよ、ね。ちょっと半端ないですね。やっぱ円安の影響っていうのは、ね。そうですね。なので欲が高くなるのは仕方ない。そうですね。Wait for the luggage and suitcases. プーリア着きました。来ましたね。プーリア来た理由を教えてもらいます。いやもうタリアトーレですよね。うん、あ、なんか迎えに来てるタリアトーレ。あ、タリアトーレ。プーリアって僕たちの業界だといいブランドがすごくこう人気ブランドが多くて、かっこいい人気のある商品ブランドが集まってるんですけど、やっぱその最たるものはタリアトーレじゃないですかね。完全忘れてましたね。ごめん、忘れてた。忘れてた。でも気づいたの俺やからね。お疲れ様です。お疲れ様です。一応こうどういう場所で作られてるのかなだったり、うん、自分の目で直接こう勉強させていただきたいなっていう。ちなみに今おいくつなんでしたっけ？今年ついこの前25歳になりまして、大学とかはこれで行ってましたね、こういうので。これで行ってるんですか？めちゃくちゃ浮いてましたね。すげえ、すげえ、何ですかこれ。小林さん、何ですかこれ。すごーい、すげえ。全然いいでしょ。どこに座ろうか。生きてる、かわいい、生きてる、生きてる。勝手に俺オーダーしてたから。一着一着ごとにカットしていきます。これグリさんのジャケット、ケイションもこのチームでナポリに行くわけですね。そうですね、濃いですね。カープルみたいな、これ。おしゃれてますね。おしゃれてるな。 I like this. I like this.